駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし中英ゲーム大全でーす。でね、今回はというと、前回ね、今月の業務連絡という動画出したんですけど、この動画のコメントで、修理動画のねリクエストが結構あったんで、今回はね修理動画やっちゃうって感じですね。でね、今回何を修理するのかというと、こちらの亀さん、うさぎさんですね。まあ今回でね4回目ですね。まあ手こずってます。毎回ね、もうそれでね、もう解決進めでやってるんですけど、なかなかね手こずっちゃってね、まあ難しいですね。ではね、まずね、現状どんな感じで壊れてるのか、症状をね今一度確認したいと思います。チャンネル登録でござる。それでは現状どんな状態なのか確認しましょう。まずはね、電源投入してみます。電源オン。これね、まあこのランプがつきっぱなしですけど、まあ通常どういう状態になるかっていうと、この100円ランプと、あとこのねメダルランプ、10円ランプが点滅して、まあね、コイン受付状態みたいなね、一生言うんですけどね。だけどそれもなく、このねランプがつきっぱなしで、例えばね10円を入れても飲んじゃう、メダルを入れても飲んじゃうってね、まあ全くねフリーズしてる状態っていいですね。まあそういう感じで、ボタンも受け付けないっていう状態ですね。だけどランプはついてんで、なんとなく動いてる感じはするんだけど、まあフリーズしちゃってる状態ですね。まあこの状態なんでね、まあなかなか、修理するのが難しいんですけど、とりあえずね、じゃあこれ電源切って、基板の方ね外してみましょうか。中身はねこんな感じになってます。じゃあね、このねこの基板がメイン基板なんで、これをね取り外してみましょう。基板の方取り外せました。これがね、亀さん、うさぎさんのメイン基板ですね。じゃあね、ちょっとねこれ、基板をね机の上に置いて詳しく解説したいと思います。それではメイン基板の解説をしていきたいと思います。前回詳しく解説したんで、今回はねざっくりいきますね。これがね CPU ですね、 Z80、 そしてこれがね8255ですね。まあ入出力関係の IC ですね。でこれが SRAM ですね。もともとね、これ SRAM が基板にハンダ付けされたのをソケット化して、でね、動作確認をしたって感じですね。前回ね、まあ、この SRAM は、まあ、OK だったっていうね、確認が取れましたね。で、これが ROM ですね。この ROM はもともとソケットだったんで、前々回の動画で、まあ、この ROM を外して、中身はまあ大丈夫なんじゃないかっていうね、判断がつきましたよね。で、こちらは8255ですね。まあ、こちらと同じように、まあ、入出力関係の IC ですね。で、これがね、3の、8910、まあ、PSG ですね。まあ、音関係の IC ということですね。でね、まあ、今回はね、まあ、このね、CPU を基板からハンダをね、取って外して、まあ、ソケット化して、まあ、動作確認をしてみようということですね。まあ、この CPU ね、まあ、テスターとかを使って、信号は出てるんで動いてるっぽいんですよ。なのでちょっとね、問題がない確率もあるんですけど、まあこれを外して、絞り込みをしないとどれが悪いのかっていうのがね分かんないんですよね。でやっぱ CPU っていうのは、まあ、中心になる、まあ、IC なんで、まあ、とにかくねこれ外して動作確認取ってみないと次の一手が読めないっていうのなんでね、まあ、ちょっとね疑いはそんなにね壊れてる可能性は高くはないんだけど、まあでもね、まあ、今回まあ外してね、まあ、チェックしてみようってことですね。まあ可能性としてはね、まあ、50% ぐらいかな。これ全部ね足をねこうチェックして、まあ結構ね信号はね出てるっぽいんで問題ない可能性もあるんですよね。ただ信号が出ててもこのねCPU の内部で壊れてて動作がおかしいってことも考えられるんで、まあね今回ね外してみようって気になりました。ではね、このね CPU のソケット化、作業してみたいと思います。いいのでござる。
というわけでメイン基板の CPU のソケット化作業完了しました。外したね CPU がこれですね。この白い印つけときました。ちょっとね端がねハンダ若干ついてますね。まあでも、綺麗に取れたんじゃないかな、うん。で、これがね、実はねこれ新品じゃないんですよ。フェニックスから取ってきました。このねシャープの、Z80A 同じね、CPU をつけたいんであえてねちょっとフェニックスから外してきました。でねこれソケットですね。これね40ピンのソケットがなかったんで24ピンのねソケットをこうちょっとね切ってとりあえずね、つけました。まあねこういう感じでない場合は、まあ、ソケットをね切ってとりあえず、まあ、40ピンのソケットにしちゃうっていう感じですね。じゃあねこの、フェニックスから取った Z80 の CPU を取り付けましょう。さあこれで動くようになるのか。穴を合わせてじゃあザクっていきます。よし、うん、綺麗に入った。さあじゃあこれね、CPU を取り付けたんでこれで運命の動作確認に行きましょう。さあそれでは CPU を交換した基板を筐体に取り付けて運命の動作確認です。いやーワクワクするな。さあ動くのかどうなのか。これ動いてほしいんだよな。もうさすがにねもう4回目なんでねちょっとこれで動かないとちょっと精神的なダメージがねあるんですよね。あとまあねさっき CPU を外す前にまあ 50% ぐらいかなって言ったんですけど、CPU を外した時に結構ねこの外したらね CPU の裏がね結構汚れてたんですよ。もしかするとそこでショートしてたのかもしれない。その汚れであんまないとは思うんだけど、なのでまあちょっとね確率 50% から 60% ぐらいに上がったかな。まあでもまあそんなどうだろうって感じかな。これで持ってくれればいいんですけどね。まあ、これで動いて今回が完結編にしたい、まあ CPU の方がねソケット化してあるんで、まあ、この壊れてもまあ付け替えが楽になるって感じになるんですけどね。まあ、あとコネクタは3個、あと2個、そしてねラストのコネクタ付け終わりました。コネクタに緩みがないか確認して、うん、コネクタ全部付け終わりました。CPU の向き OK 大丈夫ですね。じゃあね運命の動作後に電源投入。じゃあカウントダウンいきますから5からね。さあ動いてくれ頼む。じゃあカウントダウンいきます。5、4、3、2、1、0、動いてくれ。どうだ。あーダメか、同じだ、症状変わらず。うわー CPU でもなかったのか。うわーへこむわ、全く症状はないっすね。じゃあ他のなのか。まあ確かにね CPU の信号出てる信号を見たら OK そうだったんだけどな。まあでもね、まあ、今回絞り込みができたってことでね、S ラムでもないそして CPU でもないってことでまた他の原因ってことだな。ちょっとね今回いけるかなと思ったんだけどまたダメでした。ちょっとね
ダメだった時の言葉を用意してなかったんで言葉に詰まりますけど、まあこれね、また仕切り直しですね。もうちょっとまたこう調べて、もう一回仕切り直してね、まあ次回ね、また気力が回復したら、修理の方をしたいと思います。まあ今回ね、完結編にしたんだけど、したかったんだけど、ご覧のようにね、症状変わるってことでね、まあそれでもね、まあ今回の動画ね、まあ良かったって思えたらね、まあグッドボタンを押してもらえるとね、まあ次への励みになるんでね、よかったらグッドボタンお願いします。いや今回こんな機会ですけどね、まあ、今回はね、これ一旦しゃってことですね、まあ次回ね、やるかもしれないで、まあその時はよろしくお願いします。それでは、バイナラ、ラナイバ。追加情報です。先ほど、神さん、うさぎさんのメイン基板から外した頃ね、Z80 の CPU、これね、印がついてますね、白いやつ。これを、フェニックスのね、メイン基板に取り付けてみました。そしたらね、ちゃんと無事に動いてるんでね、この CPU は問題がなかったってことが確認取りました。以上ね、確認情報を最後にお知らせしました。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バーイ。